こんにちは、はるです。皆さん、今日も一日お疲れ様でした。本日のテーマは、飲み会や差し飲みで来たら女子が大当たりだと思う男性の特徴を紹介していこうと思います。ちょっと期間限定で髪色を明るくしてみました。いつまでやるのかちょっとわかんないんですけど、改めまして、晴れギャルをよろしくお願いします。今回は女子同士の話し合いでもだいぶ盛り上がりがちな差し飲みとか、飲みに行った時にこういう男性来たら女子めっちゃ当たりに思うぞっていう男性がどんな人なのかっていうのをちょっと紹介していこうと思います。多分これ男性でも自分が飲みの場の時にどういう立ち振る舞いしたらいいかとか悩む人っていうのもいると思うんですよ。もしも気になる方がいたら最後まで見てみてください。もしもこの動画が良ければ高評価チャンネル登録していただけるとありがたいです。ということで早速、一つ目、めっちゃ喋る人の横で微笑んでるタイプの人。これめっちゃわかる。私ちょっと合コンとかに行ったことがないので男女の恋愛的な飲みの場はちょっとわかんないんですけど、大人数の普通の飲み会とか行ってる時によくなるのが、盛り上げ役の人って絶対いて、慣習じゃないんですけどそれをみんな聞いてるみたいな感じの人って分かれるじゃないですか。多分ここで言ってるのっておそらく出しゃばらず飲みの場でも自分のこと貫いてるタイプの人なのかなと。どれぐらいこう共感してくれるかわかんないんですけど、飲みの場ってちょっと頑張らなきゃいけないみたいなふうに思っちゃうことないですかね。私は結構そうなんですよ。なので自分のテンションが今が100だとしたら、 150% ないしは 200% ぐらい、2倍ぐらいの飲みの場合わせてやったりとかするんで、そうじゃなくてちょっと控えめでっていう人の方が、普通は盛り上げ役の人にみんな目が行くはずなんだけど、ちょっとその隣の人の方が目が行っちゃうみたいな、なんかこういうことなのかなってちょっと思いますね。次、プライベートの話題持っていくのうまい。例えばなんですけど、差し飲みとか何でもいいんですけど、ご飯食べてる時ってオーソドックスの話が仕事の話とか、上辺の会話、最近何してるんですかとか、血液型、出身地、あと私人と話してて話題になりやすいのが MBTI 診断とか、そういう話題って、上辺って言ったら何ですかね、初対面の人でありがちな会話だよねみたいな風になること多いのかなと思うんですけど、仕事の話めっちゃしたいっていうよりかは、どちらかというと仕事で稼いだお金で将来何したいかとか、仕事の時じゃない休みの日何してるかとか、そういうプライベートな深い会話みたいなの方が女子って盛り上がること多いんですよね。例えば男性同士だったらもう仕事の会話で盛り上がることってあると思うんですけど、女子って女子同士の会話でも仕事の話でまあ盛り上がることってあんまりないんですよね。最近何してんのっていうその入り口はわかるんですよ。入り口の話はするんだけど、そっから先って最近好きな人いないのとか、そういう恋愛的な話になったりとか、旅行の話になったりとか、もっと頭使わない話って言ってるのかな、多分そっちの方が話してる時に盛り上がりが大きいのは多分そっちの方が多い人も多いので、その女の子の仕事の話聞きたいとかっていう風に思う男性多いのかなと思ったりするんですけど、意外とそういう話じゃないとこから入った方が話盛り上がりやすいっていうのはあるかもしれないです。好意は最後まで隠して最後に一言可愛いって言ってくれる。あー、これって例えばなんですけど、差し飲みとかだと特に夜のそのホテルとかの雰囲気に持って行こうと思えば持っていけちゃうじゃないですか、やり方によっては。なのでこっちもちょっとまあ警戒するのは一理あるんですよね。別にそんな誰しも私こいつに絶対持って帰れるみたいなことを思ってるわけじゃないんですけど、可愛い可愛いってもう先手でめっちゃ言ってくる人を見ると、この人ってこの後いい感じに持っていきたいのかなみたいな風に思っちゃう人もいるんですよね。なので本心で可愛い可愛い言ってるのはいいんですけど、そこで自分の下心っていうか好意っていうのをバンバン出すってよりかは、そこはあえて最初触れないで、最後の最後と、まあ、どこが最後かっていう感じなんですけど、すごい話が盛り上がってる時とか、すごい打ち解けられたなっていう深い会話できた時とかに、例えばなんか一言、え、でもさ、〇〇ちゃんって絶対可愛いからさ、昔からめっちゃ男の人モテてるっしょとか、さらっというぐらいの感じの方が意外とキュンとくるというか、この人ってこんなに話してる時間長かった中でそれ一言も言ってなかったけど、ずっと思ってくれてたんだみたいな風になりやすいので、いや、これはちょっとテクニック的に考えてもめっちゃキュンときますね。これは私は結構キュンときますね。話題作るのが上手い、これは男性目線で言っちゃうならば女子側も頑張って話題作れよっていう感じになると思うんですけど、こう女子から見て、いや、大当たりだなっていう、その今日のテーマに寄せるんだったらこういう風に話題を作ってくれる、話題待ちの人よりは話題作ってくれる男性の方が嬉しいと思うのかなって感じですよね。ここに関してはもう本当両方話題作って
て、そのお互い良くなるようにするのが理想的ではあるんですけどね、絶対理想的ではあるんだけど、こういう風にしてくれる男性、さらにこの人サシで飲んでて楽しいなと思いますね。酒が進むなみたいな私全然お酒飲まないからなんですけど、お酒の場で楽しい思い出がなんとなくあると、次もこの人と飲むってことに対しての抵抗がなくなるんで、ずっとそういう長い関係でいやすくなりますよね。これちょっと人によって個人差あるかもしれないですけど、特に大学生以降の人たちって遊ぶイコール飲みに行くっていうの主流な気がするんですよね。そういう時に楽しめる人っていうのは印象に残ってると行きやすいですよね。これはめっちゃわかりますね。ソフドリをやんわりと推奨してくる、いやこれはすっすっごいわかる。お酒強い女子はいると思うんですけど、男性の方が基本は強いのかなっていう印象があるので、その男性の普通は女性の普通じゃないこともあるんですよね。男性同士では普通にお酒飲むことが当たり前っていう風潮があったとしても、それを女子側からされると酔わせたいのかなとか、なんでお酒進めてくるんだろうみたいなっていう印象につながったりもするので、むしろいや全然ソフドレでいいと思うよっていう風に言ってくれた方が今日飲んじゃおうかなみたいな感じになりやすくもなるし、そうじゃなくてもこの人って全然そういう強要してこないでいい人だなみたいな風に思うかもしれないですね。でも逆にそのこっちがちょっと飲みたいなみたいな気分だった時にも、これをめっちゃ言ってきたりすると逆にめちゃくちゃ硬くないみたいな風に思うこともあるので、適度に本当にそれこそこの文章みたいにやんわり推奨してくるっていうのの方が一番印象がいいかなと思いました。会話のテンポが良くて飽きない、これ感覚的な問題ですけどね、女子側がテンポ良くしたいと思う人の可能性もあるから、ちょっと男性側だけがテンポ良くて女子はその気が全くなくてっていう状況下でこれができるかちょっと分かんないんですけど、この人と話スイスイ進むなみたいな人っているんですよね。基本人って根本的には人に興味ないじゃないですか。だから例えば普通に話してて興味ある風の聞き方はすることはできるけど、中身の中身は別にそんな正直気になってないみたいなことっていうのもあったりすると思うんですよ。こういうのってあんまり見極めづらいじゃないですか、その喋ってる側からすると。聞いてる側はまあ本当に興味ないなと思ってても、喋ってる側はこの人興味を持って聞いてくれてんのかなみたいな風に思うこともあると思うんで、その一つのテーマで10の話題喋れるとしたら2ぐらいで1回止めておいて、そういえば最近何してんのとか1回フェードアウトしてから、後々でまたその話題に近くなった時にまたその話するみたいな、1回で例えば恋愛の話だったら恋愛の話をその場で1回で10全部やるんじゃなくて、2、3ぐらい喋っといて、最近さなんか休みの人が何してんのとかってフェードアウトしてから、もう一回恋愛の休みの日とかってそういえばそのさっきの好きな人とかいるんだったらそういう人とかと行かないのとか、マッチングアプリとかそういうので休みの人とかに誰か会うの探したりしないのとか、何でもいいんですけど紐付けるみたいな、インアウトインアウトみたいのを繰り返した方が結局テンポよく進みやすいのかなと思ったりはしますね。次、深い話を深くできる人、これさっきの本当に真逆っていう感じかもしれないですけど、深い話ってでもできるのって確かに知り合った人でレアだなって思いますよね。深い話って言ったら何だろうってなるんですけど、例えばそれこそ、まあ、将来何がしたいかとか人生観思想とか多分そういう系の話になるのかな、ちょっと分かんないですけど、私はそういう話ができる知り合いが何人かいるんですよ。なのでその人たちとは確かにご飯めっちゃ行きたいって思ったりとか、例えば自分の話をアウトプットしたいで、逆にその人の考えをまた聞きたいなと思った時とかにピンポイントご飯誘う時とかあるんですけど、私にとってもそういうことをできる人ってめちゃくちゃレアだなって思うんですよね。私これどういう風に差し飲み行ったらその関係になれるんだろうって思うんですけど、とにかく相手のことを聞くっていうのがすごいいいのかなと思うんですよね。まずは相手にもうとにかく話させる、どういうこと考えてるのとか、なぜそれをやったのっていうなぜの部分を突き詰めていくと、その人の根本的な考え方が見えるじゃないですか。なのでそこをどん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 相手の話からまずついてあげて、共感できるところは共感できる、逆に自分はこう思うんだよねって思うことがあったらそれを言うとかっていうのをやっていくと、結果的に多分深い話になりやすくなると思うので、ここなのかなと思うんですよねっていう感じです。次、みんなに会話振るのがうまい、いやこれはめっちゃわかる。埋もれてる感じの人とかにも話振ってあげたりとか、そういう人って優しさを感じますよね。飲み会の時にただウェーイみたいな感じで楽しんでるっていう人じゃなくて、あ
ここでもこんな風にこの人気使うんだっていう、ちょっと人間としての優しさが魅力的に感じるっていうのはあるかもしれない。それすごいわかりますね。会話がポジティブ、嫌な気持ちにならない。これもそう、話してて何でもかんでもぐちぐち言う人っているじゃないですか。うちも、まあ、誰しもポジティブに生きてる人だけじゃないと思うので仕方ないとは思うんですけど、でもそういう風にならずにポジティブで会話が進んでいくっていうのって話して楽しいですよね。でも逆に私、嫌なとことか不満とかそういうので共感し合えるっていう関係性も仲が深くなる要因ではあるかなと思ったりするんですよね。なのでどちらかというと会話ポジティブだけど共感し合える不満とか悪口、たまにそういうところも掘り下げられる人だったら一番いいのかなと思いますね。これはお互い相手の分のご飯取り分けようとした時これはなんかわかる、お互いの優しさがぶつかった瞬間ですかね。多分その時だと思うんですけど、この時ってちょっと人任せにしない性格とかにキュンとくる女子は多いかもしれないですね。取り分けとかもそうだし、お互いレストラン決め落とした時とか、お互い相手のために何かしてあげようと思った瞬間みたいなのってキュンとくるかもしれないですね。この人ってそういうタイプの人なんやっていう、いい意味で気づきになりますよね、こういうのって。ということで今日はちょっといっぱい出してきたんですけど、個人的に一番飲みの場でいたら嬉しいなと思う人は、会話のテンポ良くて飽きない、これが私は一番喋ってていいなと思う人かなと思いましたね。皆さんの良ければ、あ、こういう人飲み会にいたら当たりだと思う人の特徴あったら教えてください。ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ハルでした。バイバーイ。